餅のようなガムのような。よし、ジョシュ君よ、今日もスライムを作っていくぞ。いつも使ってる洗濯のりがないんです。ない？スライム作れないじゃないか、それじゃ。いや、大丈夫です、代用品があります。なんだ代用品って。こちらの液体のりでございます。液体のり？はい。それは無理だろ、さすがに。いや、大丈夫です、作れます、これで。こののりでか？はい。これはお前この紙とかこうひっつけるはただののりだろうが。いや、大丈夫なんです。できるか？はい。もし無理だったらお前クビだからな。大丈夫です。それではまずこちらの液体のりを入れていきます。大丈夫か？本当に。本当に大丈夫です。信じがたいけどな。ボコボコ言ってるぞ。ボコボコ。普段アリエールなんですけど、 うちはボールド派なんでボールドを入れていきます。ボールド派か君は。はい。まあまあそこはまあ自由だけどな。ボールドでも作れるんです。ボールドでもいけると。はい、入れていきます。あとはかき混ぜていけば完成するんです。ほんとか？はい、できるか。はい、それではこねていきます。おう。あ君の布団じゃないのか。布団の上にスライムの元が。博士、見てください。うん？ほら。結構なスライムができてるじゃないか。いい感じでしょう。できるんか、あれで。はい。うわうわうわ、伸びるな、結構。はい。ああ、もう、普通のスライム。はい。おーおーおーおお。液体のりでも作れるんですよ。おー。できるんだな。洗濯のりの時より弾力があるな。おーおーおお。うーわ、お餅みたい。伸び具合が餅のようなガムのような。なんだこのスライム。できるんだな。そうなんです。おー、ということでご家庭にある液体のりでもスライムは作れる。作れるという結果になりました。はい。